waking up early. Early in the morning. FM Osaka. Laugh and music room. Ice cream voice. Ice cream voice. 皆さんおはようございます。ラフ&ミュージックルームアイスクリームボイス LDH3 人組のガールズユニットアイスクリームの日向とルイとゆなです。本日は7月19日です。はい、昨日は海の日ということで3連休でした。といっても学生の皆さんは夏休みに入っている方もいるのではということですけれども、そうなんですね、もう夏休みの時期ですね。そうですね、私たちは、昨日の海の日までの3連休、ちょうどリリースイベントをさせてもらって、ね、東京新宿と、名古屋と大阪でリリースさせてもらって、はい、なんかもうすでに、まあ、外も暑いですし、うん、なんか夏を皆さんと感じるかなっていう、ねね、気持ちですね。はい、まあ、地域や学校によって夏休みの期間もバラバラみたいで、県庁所在地の、都道府県別の公立中学高校の今年の夏休み期間を調べてくださったようなんですけれども、まずはユナの出身大阪は7月20日から8月25日までの37日間なみたいで、神戸市は、まあ、若干長いですね。7月22日から8月31日までの41日間。大阪と神戸だけでも違うんですね。違うね。で、京都は、7月21日から8月23日までの34日間。はいはいはい。で、名古屋、るいちゃんの地元は、はい、7月21日から8月31日の42日間。長い、この期間ですね。長いですね。そして私日向の地元は、仙台は7月21日から8月24日、私ひーちゃんがこの期間のイメージめちゃくちゃあって、大体夏休みってなんでなんで、あの私たちこう学生だったから、うん、夏休みの学校がない期間に合宿とかが、あーそうだね、だいたいルイとかユナとかは、うん、ひーちゃんより長い、だから8月31とか多分3029とかまでが夏休みだから、うん、最後まで入れるんですけど、うん、でひーちゃんが24日で終わりで25日から学校だから、うん、私たちよりも早く夏の宿題に追われてたり、うん、やばい帰らないといけないみたいな感じの下りがあることをめっちゃ覚えてて、うん、そうだったかも。あの東京新宿区も仙台と同じ7月21日から8月24日の35日間なんですよね。まあでもあの東北は寒いじゃないですか、うん、だからあの夏休みはそんなにねないのか、あれですよ、長くない。なるほどね。でも秋休みがあるんですよね。そう、それめっちゃいいよね。そう、まあでも言うても1週間ぐらいですけど、そう秋休みがあるので、まあ、夏休みはそんなに長くないっていう感じ。でも私は誕生日が8月27なので学校には行きたかったですね、うん、祝ってもらいたい、ね、そう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 、だからまあいい期間って感じではあります、うん、で一番夏休みが長いのは千葉で、7月16日から8月28日までの44日間。すごい、もう優越感だよね。すごいね。だから昨日までの3連休も含まれてるので実質そんなに変わりません。まあ、で一番短いのは、北海道ですね、まあ、で札幌市、まあ、秋休みとかがあるじゃないですか、ね、冬休み、うん、長いのかな。7月26日から8月21日の27日間。まあ多分北海道はあの冬休みが長いんですよ、うん、寒いから、うん、そう雪がね積もったりするから、まあ、皆さんもね多分夏休み予定とかね あると思うんですけど、ね、ちなみに私たちは8月17日にワンマンライブの開催が決定しているので、はい、まあリハだったりとか、そうね、こう準備がね、うん、あると思うんですけど、それもまたワクワクドキドキというね、なんかそれも夏って感じじゃない、うん、なんかさ去年のワンマンライブじゃない、去年初のデビューオンラインライブをさせてもらった時が8月11日だったんです、うん、だから、はい、去年の真夏もライブのリハをしてて、うん、だからなんか夏の7月とかってすごいライブリハをして、うん、なんかイベントのリハーサルを、うん、なんか何かを作り込んでる、ね、イメージがある。確かに。でもさ、やっぱ8月17日はさ、このほぼ全国的に夏休みなわけじゃないですか、うん、だからこうみんな夏休み
の思い出を作りにライブに来てくださる方もたくさんいると思うので、うんうん、まあ、皆さんのね素敵な夏の思い出になるように私たちは夏全力疾走しますという、はい、全力疾走、はい、形ですけれども、はい、まあ、感染対策をして、予防しながら楽しい夏休みを過ごしてほしいなと思います。ではまずそんなね8月17日にリリースされる私たちのニューシングル「キャットウォーク」をお送りしましょう。アイスクリームでキャットウォーク。自分になれるように I'm trying あの視線と言葉がタートルネックに引っかかれば生きかねきないくらいにこの頭からは離れない鏡よ鏡世界一なんて知りたくないのでもいつかなれるかな一の自分に Oh please tell me 雨どきも It's OK Let me put the day out あの子も動いて胸を張れの希望目指してスタイルを変えていっぱい気持ち次第で未来は変わるから Oh yeah 見せよう On the cowboy On the cowboyに先送りできたらいいのにこの人生高手で高手で息も吸い込んで焦っても救わないさから回りするだけだから鏡よ鏡教えてよ今運命なんてあるんですかだってもうピンチはチャンスに変えてるから Oh hey どきも It's OK Let me put the day back to work あの子も動いて胸を張れの希望目指してスタイルを変えていっぱい気持ち次第で未来は変わるから Oh yeah 見せよう On the catwalk 自分のスピードでいい大阪 Laugh and Music Room Ice Cream Voice
FM 大阪ラフ&ミュージックルームアイスクリームボイス、アイスクリームの日向とルイとゆながお送りしています。はい、先ほど夏休みのお話をしたということで、久しぶりにセレクトコーナーです。もう大好き、本当に、もうね、好き、なんかもうあの4つの季節のなんか定番コーナーになってきてますけれども、あの今回のテーマはもちろん夏です。夏、うん、夏です。なんか始まるかと思ったのに。はい、ということで、まあ、いろんな夏を思わせる曲があると思うんですけれども、うん、今回は夏の終わりに似合う曲は NG、はい、ということで、うん、夏の終わりソングはまた8月末にいいですね、楽しみ、だから始まりとかそういう感じ。そうですね、はい、ということで、JK ラスト日向、私から、今回はセレクトさせていただきたいと思います。はい、私今回はですね、ミセスグリーンアップルさんの青と夏をもうねセレクトいたしました。ね、もうこれね、あの私たち3人でね、あのアカペラをね作ったことがあって、ね、なんか制服でアカペラを撮ってスタッフさんに共有したっていうエピソードがありますよね。制服着れば夏だと思ってましたよね。っていう話をさっきひーちゃんとしてて、そうだから私たちがこの曲を聴いたら、そのハモリのラインの方が思い浮かぶ。そう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 、タララ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 ラ、不況なんよ、ね、忘れちゃった、ね、けどまあなんかすごい、あの夏っていう部分でももう本当に夏が始まったっていうワードがあるぐらい、うん、もう真夏の曲ですし、はい、まあ私たちの実際の夏の思い出でもあるという楽曲なので、うん、まあもう一気に朝から多分サマー、そうだね、サマーな気持ちになると思います。これはもう確かにもう朝5時半からもうぶっ飛ばしい、うん、多分川とかに行きたくなる楽曲だと思います。はい、では聴いてください。ミセスグリーンアップルさんで、後で私日向のセレクトソングをお送りしました。もう元気、ね、爽やかでしたね、なってくださったと思うんですけれども、ね、続いてはルイちゃんのセレクトソング紹介お願いします。はい、私ルイのセレクトソングはラッドウィンプスさんの夏の誠意という楽曲です。まあ、さっきねひーちゃんが青と夏でこうぶち上げてくれたので、はい、それもこうしっとりはしたくはないので、うん、いいね、でも夏が始まる、なんかぶち上げてくれたからこそちょっとだけクールダウンしようよっていう気持ちを込めて、はい、なんか上がってる上がってるめっちゃいいよね、めっちゃいい、なんかこう夏のせいにしてとか、なんか僕らどこへでも行こうみたいな、なんかいろんなねそういう感じの歌詞があるんですけど、うん、なんか今10代だからみたい なんか無敵感あるじゃないですか、うん、夏の無敵感、うん、まあ、皆さんそう一緒だと思うけど、なんかよりそれを感じられる年代だし、うん、やり残したことがないような夏にしたいっていう思いもあるので、うん、なんかもう夏のせいにして楽しんじゃおうよっていう気持ち、うん、なんか、はい、でもそれをこうなんか繊細に歌ってくださってるこの曲が好きなので、うん、これにします。それでは聴いてください。ラッドウィンプスさんで夏のせい。夏のせいできましたけれども、体温が下がった気がするね。なんかなんでこんなになんか飛んでいきたくなるんでしょうね、夏ソングは。確かに素敵ですよね。私も聴いて帰りましょう。はい、はい、ということで、まあ毎回恒例なんですけれども、ゆなちゃんの、はい、ソングは、また来週、はい、ということで、まあ、来週もね夏ソングがまだまだ続くということで、ちょっとね、はい、1週間待っていただければなと思います、はい、ユナの夏ソング皆さん予想してみてください ね渾身です。おー、ということで、じゃあまた来週お楽しみに。 FM Osaka Laugh and Music Room Ice Cream Voice Ice Cream Voiceアイスクリームがお送りしてきた FM 大阪ラフ&ミュージックルームアイスクリームボイス、もうエンディングのお時間となりました。今日は夏休みのお話から夏ソングからもう夏夏夏でお送りしてきましたけれども、はい、私たちにも夏の予定たくさんあります。ゆな、告知お願いします。はい、オープニングでもお伝えしましたが、8月17日にニューシングルのキャットウォークをリリースさせていただきます。ありがとうございます。この楽曲はですね、テレビ東京系で7月12日から放送されているドラマ運命警察の主題歌に起用されています。こちらは配信もですねされていますので、うん、ぜひ聴いていただきたいなというふうに思います。はい、そしてシングルのリリース日にワンマンライブも決定しました。イエーイ、ありがとうございます。
こちらの会場がですねブロンテ横浜という場所になるのですが、こちらは私たちが初めて配信のライブをした場所になります、うん、なので、まあ、有観客にグレードアップというか、うん、することができて本当にすごく嬉しいですし夢だったワンマンライブなので皆さんと初めてのファーストライブ一緒に楽しめたらなというふうに思います、はい、ぜひ遊びに来てください、うん、この番組では皆さんからのメッセージお待ちしています。質問疑問何でも OK です。メッセージは FM 大阪のホームページからラフ&ミュージックルームアイスクリームボイスを選んで送ってください。来週も私たちのこと今流行っていることなどをたくさんお話ししていきたいと思いますのでぜひ聞いてください。ラフ&ミュージックルームアイスクリームボイス、アイスクリームの日向とルイとユナがお送りしました。楽しい夏です。ルールを守って感染対策もしっかりして素敵な思い出を作りましょう。ではまた来週、バイバイ。